ヤスケ、どうしたの？西の空に何か見えたのかしら？いえ、ふるさとを思い出していました。家族は、友は、今頃何を。ふるさと、あなたが遥かな西の地から来たことはあの人から聞いているわ。船に乗って多くの土地を回りました。旅はいつも死と隣り合わせでした。だから時々不安になることがあります。自分は今夢を見ているのではないかと。夢ではないわ。あなたは苦難の道を乗り越え生き延びて、今確かにここにいるのよ。これからも生きて、あの人を、私たちの希望を守ってちょうだい。よい。おお、ヤスケ、いつもありがとな。前田殿、いきなりどうしたのですか？いや、何、お前が近くにいるとさ、信長様の顔がなんか柔らけえなと思ってよ。顔が柔らかくなったり硬くなったりしますか？いや、ほら、穏やかな顔っての、最近の信長様は怖え顔してることが多かったからよ。昔は違ったのですか？ああ、俺とバカやってた頃はもっと笑ってたよ。だがもう昔には戻れねえ。信長様を頼むな、ヤスケ。心得ました。敵の手の者が入り込んでおったか。ヤスケ、よくぞ仕留めた。強烈が至極です。謙遜は無用、褒美を取らせよう。欲しいものあらば何でも申してみよう。欲しいものですか？そうですね、であれば船を一艘所望します。ほう、船遊びでもしたいのか？それもよかろう。琵琶湖に手頃な小舟を用意させよう。いえ、小舟ではダメですね。帆のついた大きな船、所望します。ふむ、ヤスケ、ふるさとに帰りたくなったか？いえ、信長様を私のふるさとへお連れします。私が仕える人、家族や友に自慢したいのです。